ですね、今日はコロナをなくす方法についてちょっと考えたいと思いますね。やっぱコロナっていうのは本当何回も言うようですが、結局負のオーラが原因でそういう風に起こる現象なんですよ。言ってみれば神様なんていないっていう人もいるし、いるという人もいますが、やっぱ俺は神様っていうのを信じますね。やっぱ幽霊もいると思うんですよ。やっぱ自分も結構金縛りとかになって、結構金縛りになるともう電気がついたり消えたりしたり、テレビがついたり消えたりするんですよ。そういうになって、なんか布団の上に誰かが乗っかってたりすることもあって、あと小さい頃あの軽自動車のタイヤ、暗いのカエルを見たり、あと鼻のないおばあさんが ずっと突っ立ってるのを見たりしたことがあって、やっぱそういうの結構自分、信じるかな。そのでっかいカエルを見たって、じゃあなんで捕まえなかったんだっていうと、ドブにいたんですよ。その軽自動車のタイヤくらいの大きさの軽自動車の大きさの、あの、あ、軽自動車のタイヤの大きさのね、カエルをね、捕まえようと思ったら、あの、ドブにドボンと落ちて、もう、それきりもう見えなくなって、あの、昔、ゲゲの鬼太郎で、ガマっていう、人食いガマっていう妖怪がいたんですけど、なんかそれと似てたかなみたいな、とにかくでっかいカエルで、あと自分なんかいつも小さい頃から両親が離婚したり、なんか会社が倒産したり、なんかいじめとかもあって、とにかくなんていうかな、自分養子なんですけど、それであんまり親戚の人とあまり仲が良くなくて、霊能者に相談したことがあって、で、あの霊能者に、なんていうか、自分についてるあの霊をあのなんか交流にさせてあの話してもらったんですよね、その霊に。その霊が言うには、自分は女の子なんですけど、その女の子がなんていうか、小さい頃すっごくいじめられて、でなんか自殺したらしいんですよね。でその女の子がなんか自分に取り付いてるっていうか、名前なんだか、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、名前はちょっと忘れちゃったかな。とにかくその女の子の霊が、なんていうか、今の世の中になんか復讐してるんだって。でも自分除霊しようと思ってもお金かかるし、ちょっとお金払ってまで除霊したくないなと思って、そのままにしてたんですよね。でも霊能者も本当毎日お祈りした方がいいと言ってるけど、なんかさすがにそのお祈りの儀式がすごい大変で、自分やってないんですよ。だからそれが原因でもう自分にずっとついてんのかな、その女の子の霊がずっとついてんのかなと思って、その女の子の目的はやっぱりいじめられて自殺したから、やっぱり世の中を恨んでるんですよ。多分時代が変わってもやっぱり他人に対してすっごい恨みを持って、俺の隣になんか立ってるっていう言ってるんですよ、その霊能者が言うには。でなんていうかな、その女の子が世の中の人間を不幸にしてなんか喜んでるらしいんですよ。だからそれが原因で倒産とか離婚とかいじめとかあったのかなと思って、その女の子がそれを
そういうふうに仕立てて喜んでんじゃないかっていう霊能者の話なんですよ。で、だんだん自分なんていうかな、家族がまず離婚したことが原因でどんどん不幸になってるっていうか、うん、母親がですねナイフで父親と喧嘩したことあって、警察沙汰にはならなかったんですけど、それで自分と母親で逃げて、父親から逃げて、結構親は結局水商売の仕事して、自分はもうなんて預けられて、どっかで預けられて、こう、うん、母親で育てられたっていうか、で父親も前の父親もすごい追いかけてくるんですよね。あのどこに行ったかって追っかけて連れ戻されたこともあって、それでもやっぱり結局なんていうか離婚して、自分は母親のとこに来て、今度母親と一緒に岩手に来たんですけど、その岩手のなんていうか親戚がすごい感じ悪い人で、なんかどっか自分に自信ないなっていうか、あと和弘っていう人がいるんですけど、そいつもどっかなんかちょっとさ、俺にあんまりいいと思ってないっていうか、どっかこうなんかちょっとね、俺の方が年上なんだけど、なんかタメ口で話しかけたりさ、あんまりいいイメージないんですよね。なんか俺に対して敵対心持ってるなって。それでなんかそっからどんどんなんか自分も養子だし、結構家族とも新しい父親ともちょっと合わなくて、で一切話さなくて、それでちょっと愛情不足で、小中高って結構いじめられたことって、それで、ゲームやアニメとか見てるうちになんかそういうことにすっごい詳しくなっちゃって、それほんとそれから離婚してからもうなんていうかな、人間関係がとにかくいいことがないっていうか、結局そういうのも原因があって、結局なんていうか霊の仕業じゃないかっていう噂もあるんだよね。あの霊能者が言うには結局そういうふうに人をバラバラにすることでその霊は喜んでるっていうか、コロナだってそうじゃないですか。コロナだって結局はマスクをして会話できないようにしてるじゃないですか。であまりできないように、今昔はナンパとかやってたんですけど、あのよくナンパ、僕がナンパじゃないんですけど、ナンパしてた時代があったんで、今ってナンパしないですよね。マスクしてるから顔わかんないから、ナンパもできないし、家に入閉じこもることしかできないんじゃないですか。結局それも離婚していじめでそういう孤立してる状態が同じ維持になって、結局コロナも孤立みたいなもんじゃないですか。家で孤立して結局ゲームやってる人もいるし、アニメ見てる人も多くなってきたんじゃないですか。前より、オタクも多くなってきたし、結局そういう小さな出来事が一気に大きくなるんですよ。たかが一つの俺の家庭の一つのことなんだけど、そういう小さな出来事が一気にコロナ拡大までになっちゃうんですよ。負のオーラでコロナがなっちゃうんです。それも結局神様の罰なんですよ。結局言ってみれば、まず離婚とか倒産とかいじめとか O157 とかつつがむしとかで、あげくの果てに自分ハロープロジェクトのファンでモーモスのファンなんですけど、自分矢口が好きだったんですけど、それの矢口がどんどん不幸になって、自分と関わるものがなぜか不幸になるんですよ。
結局その不幸の原因は和解しないから、和解して話さないで、もううちらってさ、今の世の中って口に出して喧嘩しないんじゃないですか。もう前働いてた会社なんですけど、マックなんですけど、そこでその上司もなんだ、私口聞かないからとかってなんか怒られて、普通上司がさ口聞かないからって言うのって間違ってるじゃないですか。普通何が許せないのか、口に出すのが普通じゃないですか。私口聞かないからって言われたんですよ、上司に。なんつうかな、口聞かないって。で、この人怒ってるよって自分に言うんですよ。何に対して怒ってるか分かんないから、こっちも怖いじゃないですか。なんて、何を怒ってるのかなってなってるし、結局、今の人って怒ってもさ、口に出さないから、こっちまでイライラするんだよ。結局それでもう話したくないなって。思っても、こいつしたくなんなってなるのよ。で、喧嘩って今も昔もそうだけど、そいつが嫌いなのいじめなきゃいいのに近寄ってくるじゃないですか。近寄っていじめるじゃないですか。それって嫌いは好きなわけじゃん。結局本当は嫌よもう好きのうちなんじゃねえかって思うんだけど、ツンデレじゃないかって思うんだよ。今の世の中ほんとツンデレってよくないと思うんですよね。やっぱツンデレはアニメのキャラクターだけにしてくれってやつ。ほんと嫌いなら嫌いで関わらなきゃいいのに、もう前の会社でも挨拶しないからちょっと叩いたんですよ。叩いた、やっぱさ、叩いた方が悪いって言うんだけど、みんなそりゃ手を出した。でもさ、やっぱ挨拶しないし、遅刻してもさ挨拶しないしさ、引き継ごうとしてもさ、しらっとしてるとこっちだってイラってくるじゃん。やっぱ叩いた方も悪いけどさ、やっぱさ、そういうに挨拶しないとかってさ、ちょっと問題じゃん。いや、たくさんの人間がいて挨拶しないのは仕方がないよ。聞こえないな、聞かえないにするけど、1対1でこっちが挨拶してやったのに聞こえないとかないじゃん。まず普通はだよ、相手は自分より後から入ってきたのに、普通後から入った人が挨拶するよね。それがこれ許せなくてさ、まあ挨拶しないのはまあいい、気分悪いとかまああるけど、やっぱでも気分悪くてもやっぱ挨拶はするのは普通だよなって思うんだ。なんていうかな、今の若い人って挨拶しないと思う。挨拶は仕事できりゃいいじゃんみたいなさ、そういう考えって良くないと思う。仕事できてなんぼじゃなくて、挨拶できてなんぼなんだよ。挨拶できなきゃやっぱ周りも不快になるし喧嘩になるね。で、俺も叩いちゃうじゃん。俺が叩いてから悪者ってなるけど、結局喧嘩行成敗なわけで、やっぱ叩いたのは暴力って言うけど、こっちは愛情込めて叩いたの。直してほしいから叩いたのに、マックでそれが原因でなんか勝手に悪者にされてさ、なんか仲間集めみたいにされて、で結局やめて、周りもちょっとさ、周りも友っていうやつなんだけど、言っちゃいなんねんけど、どうせ見てねえと思うけど、そういう人いるけど、なんていうかな、普通さ、いやガキはほっとけって言うけどさ、ガキはほっとけって言うよ。でもさ、ほっとけって言ったってさ、イラつくもイラつくじゃん。イラつくもイラつくじゃん。やっぱ許せないものは許せないのよ。許せないやつは名前出してもやっぱなんか、ここで言うのもなんだけど、そいつとも話したのよ。
いやガキだからってでも許せないもんな、許せないとかって LINE したのね、そいつと。そしたらそいつさ、しつこくしたらよ、こんなとこでぐちぐち言ってる場合じゃないでしょって、お前が俺に LINE よこしたのに、なんでお前がぐち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 言わなくたっていいじゃないですか。いや、お前が LINE 俺にしたんだ、だからそういう話になったんだろうって。でさ、なんていうかさ、俺がその人にね、LINE で相談したの。俺も、いや、叩いたもん、いや、手を出したのも悪いけど、喧嘩両成敗だし、手を出したことで、手をポンと叩いたことで、手を出したことになるって言ってもさ、やっぱさ、そんな、訴えられることが怖くてさ、注意なんてできませんよね、普通。そう。だってさ、ナンパだってそうじゃん。ナンパだって、訴えられるのは怖いよ。怖いって思うけど、訴えられるのを覚悟してナンパしてるわけ。ナンパだって怖いじゃん。キュッキュッキュッ。不審な人物に声かけられて通報されるかもしれないし。それと同じで、叩いたから、結局、叩いたから、訴えられないんじゃなくてさ、だ結局さ、訴えるとか訴えない、個人のあれだからさ、うん、覚悟を決めてやってるわけ。うん。あっちだってさ、叩いた相手だって、俺に恨みはないって言ってんだっけ？恨みがないならさ、別にいいじゃん。うん。いちいちさ、法律って盾にして生きてるやつっているじゃん。訴えられるよとかさ、これセクハラだよとかさ、なんでもさ、法律を盾にして、てめえで解決しろっつうのね。そういうのってやっぱ頭くるじゃん。うん、やっぱさ、そういうの頭くるじゃん。自分で解決しろって。相手がナイフ持ってるんだったらさ、それは別だよ。怖いじゃん。それだったら警察に頼むけどさ、そういう通報するとか通報されないとかさ、第三者が決めることじゃないじゃん。うちらか、弁護士が決めることじゃん。その友っていうやつも、手を出したら終わりじゃん、終わりじゃないとかさ、いや、お前弁護士じゃねえから、単なる、後輩だから、後輩のくせになんで上司に、俺上司だから、お前に命令される必要ねえし、お前ちょっと監視すぎ。監視すんのよ、そいつ。いちいち噂話を俺に。この前、誰かと喧嘩したよねって言ってくるんだよ。喧嘩じゃないし、説教だし、なんで説教。裏で、上司に言うと、裏で喧嘩してんじゃねえよ。とかさ、裏で悪いことしてんじゃない。いや、裏で説教してるだけだから。だってみんなの前で説教したらさ、今度さ、それ気まずくなるじゃん。うん。そういうさ、なんていうか、疑う心も、こっちはさ、今までの経験があるわけよ。経験でそういう挨拶しねえやつは、結局、周りのバランスも崩れんのよ。だから、そういう経験を何度もしてるからさ、わかんのよ。世の中ってものを。だから叩いて注意したの。わからないの、今のやつらって。心に響いてねえのよ。だからどうしても怒鳴りたくなっちゃうし、叩きたくなっちゃう。うん、だってさ、叩くことがさ、悪いことだと浜ちゃんのツッコミだって犯罪になるよね。信じて叩いてんの。訴えられねえって思って叩いてんのよ。そういうのさ、分かってくんねえとな。うん、そういうふさ、何でもかんでも、法律のせいってさ、それじゃ他人との壁作りまくるんじゃん。うん、それじゃ昔と変わらねえじゃん、結局。うん、喧嘩もいじめも、喧嘩とかいじめとかはっきり言って肉体的に叩くより、精神的いじめの方が、本当はそっちの方が悪だから、うん、精神的いじめの方が辛いから、まだ叩かれた方が嬉しいって。今の人たちって叩かないし、怒らないから、結局さ、精神的いじめをするじゃん。物隠したり。
物隠したりするじゃん、仲間外れとかさ。そっちの方が陰険だと思うね、叩くとかよりさ、うん、そういうことあるから結局負のオーラがどん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 増えて結局コロナになる。結局叩くってこと、叩くいたり声出して注意したりする方がまだプラスじゃん、声出してるからさ、うん、やっぱさ俺もいじめられてさ、盗んだよねものを盗んだと思われたりさ、いやストーカーしてねえのにストーカーさしたとかってさ、何それってなんじゃん。結局自分偽装工作でさ、そういうさ周りの噂でさ結局悪者にされてる、そういうのってやっぱ神様も見てるわけじゃん。神様もそういうことを、俺は正しい悪いとこもあるけど正しいとこも見てるからさ、神様だっているんだよ、だから見てるんだよそういうこと。そういうふうに結局さ神様がさ、もうどん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 コロナとかつつがむしとか O15 なんだからどん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 ひどいことになってるじゃん。今コロナじゃん、マスクして歩くとかさ昔じゃ考えられないじゃん。だってマスクして歩くなんてさ昔の人から見たら異常じゃん、明らかに異常じゃん。O157 なら倒産、離婚、いじめ、次は最低最悪のコロナ、コロナの次はもっと最悪なこと、それは世界戦争ですよね、ハルマゲドン、核ミサイル。俺も夢の中で核ミサイルが地球に、日本に降ってくる夢とか見るんですよ。まさ夢じゃねとかって思ってさ、結構俺まさ夢見んのよ。だから俺も核ミサイル夢見るから周りにこういうのまさ夢じゃねえのって言ったんだけど誰も信じてくんねえしさ。俺はさ金縛りになって自殺者の霊がね、周りの人間の不幸を見て喜んでるって誰も信じてくんねえじゃん、信じてくれねえのよ。自分オーラある人は見えるのよ、ほんとオーラ、うん、オーラ見える人も言えるしマイナスオーラも見えるしさ、広瀬陽子とかちびまる子ちゃんとかなんかオーラあるなって見える人は絶対有名になってんのね。広瀬陽子今はどうだか分かんないけど、広瀬陽子だって有名になったじゃん。俺デビュー前からこの人オーラあるから絶対すごくなるなと思って。あとね、うん、あと誰かな、ちびまる子ちゃんって漫画なんだけどこの漫画もヒットするんじゃねって俺は思ったのね。オーラがあったし実際ヒットしたし、うん、そういうのあったんだよね、うん、最初モーニング娘。の矢口真由っていうのもさ結構オーラあったのよ。オーラあったのにさちょっと俺と揉めたんだよね結局。揉めたことあって、うん、矢口のマネージャーとこちょっと揉めたことあって、それ矢口マネージャーか分かんねえんだけど、それでさなんていうかなんていうか、いきなりさ矢口の握手会に土下とか言うマネージャーらしいんや、なんか不快になってさ矢口のマネージャーらしき人にね土下とかさなんかさ握手したら行けとかって言われるわけ、こいつなんだよと思ったらさ、それから矢口ってどんどん不幸になってきましたよね。そこが原因なんですよ。そういうさ小さなことが結局不幸になる、結局矢口が不幸になったの。俺と矢口と矢口のマネージャーらしき人がトラブったからどんどん不幸になったんじゃないですか。安倍夏実とか、吉沢ひとみとか、あとかごちゃんとかさ、うん、後藤真希とかさ不幸になってますね。ハロープロジェクト、そういう小さなところが喧嘩になるのよ。俺を主体にしてもう少し考えてほしいのよ、うん、
ほんと天皇陛下とか、ほんと見てたら、もう、安倍内閣総理とかさ、ちゃんと安倍さんとかもさ、ほんとさ、ちゃんと俺のことをさ、もう少し、分かってと、俺の存在分かって、もう少しさ、俺を雑に扱いすぎるとさ、コロナ以上の最悪なことが起こるから、できたらさ、ほんとさ、そういうこと、慰謝料とかいいからさ、できたら欲しいけど、できたら欲しいけど、なんつうか、自分の好きなものとか結婚させたりって、もう、橋本環奈とかさ、佳子さんとも結婚してよ。結婚させて幸せになればさ、俺が幸せになればさ、そういう不幸なんて一気になくなると思うんだよ、やっぱり。俺が幸せになんなきゃさ、ロールプレイの主人公は幸せにならなきゃ意味がないじゃん。この世の中、ゲームの世界ね、俺が主人公なのよ。主人公が幸せにならないと世界は平和にならないの。俺が不幸だと、世の中不景気な上にコロナな。分かってますか、安倍さん。安倍首相。こうなるんですよ。少しは俺のこと考えてさ、考えてほしいですね。